Thank you.
こんにちは。やっとこの時が来ました。私は父、どうかありがとう。
できない。行きます。やりましたね。
きます。私たちはきっと。撤退ですね。
待ちわびたぞ。ロードナイトも、もう逃がさない。逃げる？私が？思い違いも甚だしいな、人間。私はむしろ目障りなゴミが綺麗。私はお前を許さない。父を殺した。私とてただあの女の意識が死を這い渦巻き、その劇場が私の意識に影響を及ぼした。人間が我らデジモンに。それではリエさんが抱いていた、しかし、あ、貴様らのような脆弱な人間を精神が崩壊する時の断末、そのすべて私にこの感情を与え、エデン症候群を広めたのも私はただイーターをコントロールし、だがかの罪の烙印のアングロドン、世界に破滅を導いた現在は、な、何を言って。8年前だ、神代優吾。神代優子、貴様らは8年前デジタルワールドにやった。現在最悪。どういう、私たちが、もしかして記憶を。それに8年前エデンのベータテスト5人。だが貴様らの明日、それが真実の嫌味を知り泣き叫ぶがいい。Bye.
りましたね。なあ、大丈夫か？ほら、早く行こうよ。お兄ちゃん。お前ら、勝手に行動するなよ。はい。さあ、もっと奥行こう。いろんなところに行ってみよう。もちろん僕たちはずっと一緒だよ。ずっとずっとここにいようぜ。あれ、thank you。
話によれば。大丈夫ですって。前にふわっといなくなった時もしれっと帰ってきたし、きっとそういう属性のキャラなんですよ。あ、伝わります？だが今回は若干勝手が異なっている。これってどういうこと？私にも。どうやらロードナイトモンの狡猾な罠に。ロードナイトモン。ロードナイトモンはあらゆる剣謀術数を使ってよほど警戒されているようで、先ほどログデータを解析し。見つかったんですか？どこ？我々の知った場所だ。かつてエデンのバージョンアップ体験会で知。あのエリアはイーター出現、現在はメインエリアの復旧及び、あそこはデジタルウェーブの容量。でもそれが私は。それだけ気に病むな。ロードナイトも。さすが京子さん、そこなく。シラミネノキア、君そこなくちゃ。はい。助手と共にあったデジモンたちを連れて、彼らの力、君はデジモンたちからの信頼。わかりました。ノキアさん。お、あ、ポロッと行く意味はわからない。無論バックアップ。ゆうこっち、なんていうか、その、いえ、エリア内のデータは、ここは現在空論となっている。以前資料映像。だから胸の奥が。それは私たちが。え、私も信じ、この先に。はい。よし、いざ勝負。
大丈夫だってば。優子、お前マジで怖がりだな。そんなことない。けどもし危険なものだったら。あ、本当か。
の光ってまさか。いいのかい、その光の向こう失われた。あ、ユーゴ。ユーゴ、お兄ちゃん。本当かどうかは自分でもよくわからない。イーターが生み出す。え、どういうこと。8年前エデンのベータで精神データを吸収されて、でも僕の精神データは消滅したわけじゃない。詳しくは言えない。デジタルワールドのある場所とだ。デジタル、その場所から君たちを見守る。時には姿を見せた。あ、それってあれは僕の記憶の断片を。正体が幽霊じゃなくて。別にそれじゃあ僕とイーターは、イーターとは、すべてのイーターは、あらい僕もだから、イーターがいるところには僕。お兄ちゃん、ユウコ、この光の先にあるの真実を知る。私は、そしてだから、はわ、キューって。え、そうか、気をつけるんだ、僕がいるところ。待ってて。その時はもちろんみんな一緒。皆さん私の友達ですから当然です。行こう、ゆうこっち。はい。彼女たちの反応までもロストしたか。長きの空白に終わりを告げる時だ。ここがとてもノキアさん。ねえねえ、えへん、あたしノキアだよ。君たちこそ誰？僕アグモンって。お、俺はガブモン。アグモンとガブモン、変な名前。変じゃないもん。そっちこそ変な名前。変なのがいっぱいだ。変じゃないよ、可愛いよ。そうか。よく見ると。ねえアグモンガブモン、私たちと一緒に遊ぼう。私たちね、今大冒険してるの。うん、いいよ。アグモン、ねえ、本当にもう帰っちゃうの？そろそろ戻らないと。はあ、楽しかったな。絶対また来ようね。え、何？ここにいちゃダメだ。早く逃げよう。逃げるって。来た道を戻るしかないだけど。大丈夫だよ、僕があいつを引きつける。お兄ちゃん、あなた、みんなを頼む。ユーゴ、
丈夫。今のうちに逃げ。これが本当にあいつもハラ。ここはだからユーゴは俺はみんなを真っ向するしかない。兄さんはひょっとして、その通りだ。自らの犯した罪、記憶の封印をわざわざ解いてやったの。貴様らは不用意余地さえ、その時怯えろ。この感じ、お姉さん。未来を選ぶ、そんな不確かな可能性を私は信じよう。はあ、私たちは…貴様、私の邪魔をしようというのか。何者かは知らんが、そこをどけ。そいつらを作り続け、その人間のも我々のデジタルワールドを崩壊させた許されざる咎人なのだ。私もお前と同様、人の肉体に宿る。故に私は問う。人は真に粛清されるべき存在。とんでもないエラー。人間など私の肉となった女も上から屈辱は、つまり人間は確かに人間だ。しかしそれは、そして人間とデジモンの一面でしかない。あえて言え、魅力なものをこれ以上に植えつかる。やれやれ、誇り高きロイヤルナイツの言葉とは思えないな。おざくな。貴様のような得体の知れぬものにロイヤルナイツの何がわかる。私にもわからない。来るがいい。やはり戦いを望むか、手を貸してくれるかな。それとも奴の望み通り。ちょっ、これどこい。私たちのこと、私の特製ブレンドを飲む。明太子のマヨネーズ。はぁ、京子さん。さあ、我が助手よ。絶望的な竿を
思い知れ。の探偵だ、しがないね。さて、そろそろ終止符を打たせてもらおう。私は戦闘が増えてな探偵でね。待って、私に父の仇を打たせてください。なるほど、これは君の戦いでもあったな。いいだろう、君の手で君の戦い。お願いします。ゴミの分際でこの私を撃つ。なめるな人間、思い上がるな、侮るな。逃げない、あなたなんて怖くない。美しく散るがよい。
出したね。なぜだ、なぜ貴様ほどのデジモンが、それがイグドラシルの意志だとでも言う。そう信じたから私は人間と共にいる。聞かせてもらおう、お前たちは。私がパラダイスロスト計画で強大な力を得て人間との融合は、貴様とは。さようなら、いえ、リエさん。今度こそ、本当の、本当。私、あなたのバカみたいな喋り方、大嫌いでした。そのキャラ作り、っていうか、若作り。見苦しいし、正直痛々しいですから。あら、あらあらあら、奇遇ね。っていうか、ゆうこっち。では諸君、ひとまず事務所に戻るとしよう。君たちも私に聞きたいことがあるだろう。てか私の入れたコーヒーをご賞味。え？八丁味噌クリームチーズわさびブレンド。未発表の新作だが、なかなかの自信作だ。京子さんです。京子さん、だからわさびだけは抜いて。そこですか。それにしても、京子さんがデジモンだったなんて。いい機会だ。いきさつを説明しておこう。8年前、エデンのベータ、いち早く事態を察知した私は、その原因が人間が生み出した電脳世界にあること。時を同じくして人間世界で探偵クレ、彼女は会社内部の不正を父が、そうだ。そしてその折、彼女は応じ、しかしそれは岸辺理恵があつらえた罠だったのだ。神城の実権を握るという野心に燃えていた彼女は、クレミ京子に神城悟こそが不正の張本人であると訴え、その証拠までも巧妙に捏造していた。政治家への献金、ユーザー個人情報の売買、果ては自分との不倫などというマスコミが飛びつきそうなネタも盛り込みつつね。だが、岸辺理恵の罠よりも一段大掛かりな罠がある人物の手によって仕掛けられていたのだ。そしてクレミ京子はイーターに食われ、岸辺理恵ともどもエデン症候群になってしまった。あれがスエドー明美の罠だったと確信したのは、彼がイーターの研究をしていたと知ったごく最近だ。尊敬の念を抱く神城悟は、スエドーが父を。その時私はイーターに侵食され発生していた次元を隔てる壁が、
データ質量を一度幼年期でそのままの状態では、そこで出会ったのが精神データの代わりとして入り込めば、それによりこの、ただし精神活動の代行、人間の有機的構造は複雑だ。それはデジモンである私自身、今となってみればこの肉体、クレン、彼女の使命感と私の役割が、私は強固となる。それでは、ああ、ロードナイトモンも同様にして、人間さ、君たちからすれば私もロ、何せもし君、軽蔑するかい。まさか人間として。そっか、オメガも。得体の知れないデジモンである私を信用しろとはどうか。ちょ、いや、そりゃ体は人間で、な、あんなサンズリバー風味のコーヒーを、最高の、マジ人間じゃない。うん、そうか。ではそちらにも全力を尽くす。殺人予告って、京子さんはずっとエデン症候、今さら信用すると。ロキアさん、京子さんには逆にお聞きした。それなのに、私は8年前の事件についてはおさ、けどやっぱちょいきついな、私たちのせいで。思い出さない方が良かった。思わない。私も、そうだね、アグモンもガブモンもあの時できた。思い出したからには迎えに行く。実に、我々がまずやらない。ルフトモンは自身に次元の壁にエグザモンをはるかに。そうなったら、そこでだ、神代ユ。前回はより確実にルフトモンを制するため、と、可能にするのさ。概要は、各地のエデンスポットにハッキングを仕掛け、デジタルウェーブを、そうすればエネルギーを得るべく。うわー、ブラックユウコ様にぴったりな、なんて、リベリオンズのみん、いや、うんうん、で、私もリベリオンズは、それに私はもう、ザクソンとか元ジュードとかっていうか無理じゃん。君らしくないぞ、ロキア。なんとか、オメガも、私も、けど、うん、なんとかな、なんとかする。京子さん、六本木、じゃあいよいよ天、
Thank you.
さっさと終わらせましょうか。
ほら、ほら。
ぜ。必ず勝てる。
行きます。
自信を持て、必ず勝てる。
ましたね。自信を持て、必ず勝てる。やりましたね。自信を持て、必ず勝てる。you
行きます。ほら、ほら。自信を持て、必ず勝てる。あー
ましたね。行きます。皆さん、頑張って。ほら、ほら。自信を持て、必ず勝てる。
私たちなら、やりましたね。
きます。ほらほら、自信を持て、必ず勝てる。ほらほら、ほらほら、ほらほら、
君ならできると信じていたよ。決着をつけようと。
きます。ほらほら、やりましたね。
信を持て。必ず勝てる。ほら、ほら。オメガモンらと共に人間に加担する究極体のデジモンとは、ロードナイトモンを倒したその力、私は彼らに力を貸したにすぎない。貴様の力なくばロードナイトモンが破れることはなかった。いや、それも定かではないな。叶うならば戦わずして解決したいのだ。不可能だ。ことはもはやそのような段にない。現実世界を全て破壊するなど間違っているとは思わないのか。語るに及ばず、たとえ貴様たちの目に
悪と移ろうと、私の歩むべき道、私が信じる道はただ一つ、参れ我が同胞。どちらの道が正しいか、これより先は力に問うとしよう。その果ての結末こそ我が望み。気にさせてくれたな。よくダメ。眠らず消し込め。なんてことだ。これではこの世界が。